いろんな年齢の人と関わることができて、うん、いろんなところに出かけたりとかいろんな経験をさせてもらってると思います。親子で発見は多いと思います。いいお手本がたくさんいる素晴らしい場所だと思います。いろんな年齢の人と関わることができて、その中で人間関係を学ぶことができるのがすごく魅力的だと思ってます。自分のことは自分でする環境がいっぱいあるので、毎日日曜日を同じようなことで過ごしているよりは、自立することのかっこよさ、自立することの必要性っていうことが、こう自分の中には芽生えやすい環境にはあると思います。学校とも家庭とも部活とも違う何かまた別の居場所っていう感じですかね。家族の時間も取りながら、でそういう活動の時間も取りながら、うん、いろんなところに出かけたりとかいろんな経験をさせてもらってると思います。親子で発見は多いと思います。年を重ねるごとにみんな成長していくので、見ていて私も嬉しくなっちゃいますね。